はい、11レース1番三重の浅井康太選手です。ダービーお疲れ様でした。走ってみて感想どうですか？そうですね、地域でやるっていうことに関して自信がついてきたのかなというふうに思いますね。ゴールデンレーサー賞ではもう高次元の走りを見せてもらったんだけど、やっぱり財産になりましたよね。そうですね、やっぱり自信にもつながったレースなので、これからが楽しみですね。決勝戦のレースなんだけど、レースの組み立てってどう考えてたの？山中君が先に切りに来るかなというふうに思ってて、まあ、7、8番手になるっていう予想をしてて、まあ、あとはその残りのホーム1周でどこかで勝負しようというふうには作戦は考えてたんですけど、はい。ああそうなんだ。中4日空きましたけど調整の方はどうだったですか？まあ、そうですね、1週間という長いダービーだったので休養に当てました。それでは慶応のファンの方に向けて一言お願いします。精一杯走ります。応援お願いします。ありがとう。ありがとうございました。頑張ってね。浅井選手の高次元の走り期待できます。